日ハム軍加入により小林誠司さん完全終了、戦術の幅が一気に広がる日本ハム、軍拓也のトレード加入、軍も明日から一軍に合流するみたいだね。軍使う気満々じゃねえか。やっぱり基本は野手でプラス捕手って感じね。二軍付けにすると思ったら違うのか。随分高い評価だな。軍の通算打撃成績は若林よりはるかにひどいもんだが、阿部仁岡も軍知ってるし、当然サネ矢野もネテか第三扱いなら変な話ほとんど出番ないからな。全ポジションの軍置いて他で幅持たせる考えもあるのかもね。第三捕手は基本考えない方針で、もしかしたら捕手でも役立つこともあるかもねくらいの感じなら OK。 軍は代打くらいで使えてやっと投手枠を開けられる選手になる。ただのユーティリティなら伊豆口や岩佐中田の方が優秀だろうし、小林か軍かどっちが良いかという話か。捕手2人体制で良いだろとしか言いようがないな。マシンガンは継続されそうだし、リリーフは9枚必要だわ。大城岸田は決まってるだろうから、山瀬小林分、チーム状況により選択増えるのは悪くないな。小林は第三捕手で買い殺しにしても OK というメリットがあるよ。まだ若い山瀬にそれはさせられない。それはただ小林にメリットあるだけで、ベンチの枠無駄にするだけだから俺が嫌なんでしょう。去年原が脳死で置いてたけど、マジで無意味だったじゃん。使っちゃったらって意味不明。捕手しかできないやつならそうだけど、軍ならレフトあたりに残して何かあったら捕手にできるって話なのに。保険としてどっちがチームに貢献度高いのがアホでもわかるだろう。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。